早々のフリーレン28話のネットの反応を紹介します。最終回かと思いつつ、見始めたの試験の途中からだから、楽しみはまだあるのだ。おみ足。やけにゼイリエの生足を押すじゃんこのアニメ。血の気の多いジジイ。殴り合いなら勝てる。殴り合いならワンチャンあるかも。見ただけで合格する女。なんで合格なの？やべえから。お前ふざけるなよ。来たテレワーク。引きこもりを咎めるおばあちゃん。受験後ティータイム。分身なのバレバレ。このメガネのネタバラシこそ当時試験編でもトップクラスの衝撃展開だったからな。そもそも本体が来てなかったっていう。そこが一番驚いたわ。あいつすげえよな。どんな高等魔法やねん。当時コロナ真っ盛りだったから、試験をリモートする現代派とか言われてめっちゃ評価上がったんだぞ。3年に一度の試験をこのやり口だからマジで地球に価値感じてないと思われる。単なる分身の性能テスト。超遠隔操作しつつ他者が見抜けないほど精巧に自分を形作って普通の人間のように呼吸、仕草、思考をシビアベルの仲間を倒せる戦闘力を保持した分身を何体も作れる。メガネが一番ヤバいやん。ハンタでもこんな化け物いねえわ。攻撃力は弱そうだけどな。ゼイリエにもらったもので補うんだろうけど。すごいのはちゃんと怪我もするということ。内部構造まできっちり再現している。真面目にメガネくんの魔法だけ他と次元が違うよ。メガネくんは結局ユーベルと同じくらいイカれたやつだったってオチ。お似合いだよ君たち。フェルンのチーム全員やべえやつ。後半が合格者らしすぎる。合格者のバーゲンセールだな。ゼンゼちゃん試験簡単にしすぎだって怒られてたのに師匠の方が適当じゃない？ちゃんと謝るから。嬉しそう。ビアベルが一番気に入ってたっぽいよな。ちっちゃくて可愛い。やべえ女。ぶっちぎりでやべえ女だ。ロリコンは不合格だろ。ゼイリエ様逃げてー。なあねえだ。全力のフリーレンと同等の魔力を身近で見て、大抵の魔法使いは恐怖から立ちすくむってのに平気なメンツは何なんだよ。特にメトウでおめえだよおめえ。小さくて可愛いものをめでる感情が、恐怖の感情に勝ってる気丸外ではある。あれこらじゃなかったのか。このおばあちゃんやべえやつが好きなだけなんじゃ。ゼイリエが最も恐れた女。メトウでは自分がでかいから、小さくて可愛いものが好きになったんだろうな。豊作強人ばかり。上でも言われてるが連載当時は超遠距離分身リモートのメガネとちっちゃくて可愛いのメトウデが一気にヤバいキャラの二大双璧だったんだよな。ユーベルの魔法は精神性の反映発言、得意魔法が高速と精神操作、フリーレン様に抱きつく、そして数々の状況証拠が確かだと証明されたゼイリエ面接。個人的にはゼイリエをちっちゃくて可愛いと言ってたメトウデ姉さんを合格にしたのが一番かな。試験の時より真剣な顔しとる。どうせ全部食うんだから全部買えばいいじゃん。食べることしか考えていない。また孫と祖父が一緒にいる。仲良く食うのか。みんなのおじいちゃんすぎる。おじいさん特有の若い者の食いっぷりを見て満足するやつだこれ。孫が増えた。何勝手に孫増やしてるんだよ。こいつらわしの孫じゃないか。存在しない記憶。犬蹴ってそうな顔で優しい。ババア蹴ってそうな人。カツアゲと思ったら違った。またビアベルハンが善行を積んでおられるぞ。本当にいい人すぎるだろこのチンピラ。マジチンピラじゃねえ。大丈夫だよヒンメル。世界はちゃんと変わってる。そう言ってるフリーレンが困ってる人を助けないのな。ビアベルが助けそうなのを見たからあえて助けなかった。みんながくだらない人助けもするヒンメルの望んだ世の中になったんだ。世界が変わったからフリーレンが助けなくてもビアベルが助けたんや多分。そういうことよ。犬とか蹴っ飛ばしてそうなやつ公式。犬とか蹴っ飛ばしてそうなやつは草なんよ。伝剣の憧れ矢印フリーレン、ビアベルの憧れ矢印ヒンメル。ヒンメルのファンボーイ。こいつヒンメリストか。勇者ヒンメルの逸話多すぎじゃない？あいつ寄り道しまくってるからな。伝剣嫌な奴なんだろうな。ビアベルクソみたいな奴なんだろうな。全然違ったわ大好きだ。伝剣が気安く話しかけるな。平民のゴミどもがって言ってる画像あったからずっと悪人だと思ってたわ。すごく嫌そう。アザラシの赤ちゃんみたいな顔してる。フリーレン様千年デキン。デキンはロタ。秘宝愛、魔法協会を千年デキンになる。ワロタ、イッチ何やったん？なんじゃいのフリーレン。好き。千年デキンは、千年経ったらまた顔見せに来いよ、くらいの気持ちだろうな。あのババアはクッソツンデレだから。ゼイリエのフリーレン不合格の理由はマジで気に入らないからってだけ？本来は1級合格ゼイリエに弟子入りと同意、フェルンが超例外。フリーレンは大昔の階層で好きな魔法をもらうのをすでに立ってて、ゼイリエの弟子になる気もない。寿命も無限だからいつでも会える。つまり合格させる意味がない。来た狂犬。出たヤバいジジイ。影演出で出てくるの怖いんですが。このおじさんそんなヤバいの。
あの瓶詰めゴーレム作ったのもこの人。防御魔法あっさり貫通。イカレジジイ。やばそうな魔法に拍車がかかってる。じいさんつえー。防御魔法がガラスみたいに壊されとるのやばい。いきなり防御無視即死攻撃とか引くわ。遺跡で見たフリーレンの魔法より威力高いのを連射するジジイ。すげえと思ったのはそこで戦わない。時間の無駄とやめたフリーレン、見習いたい。そういうところがゼリエがフリーレンを一級魔法使いにしない理由なんだろうな。好戦的であって欲しかったんだろう。フリーレンはフランメが望んだ平和な時代の魔法使いだからな。ゼリエも不器用すぎる。煽るか罵るけど弟子大好きっしょ。これまでの弟子全員覚えてる。ツンデレがすぎる。もしかしてゼリエの方が人の心があるのでは？フリーレンより年齢を重ねてるからな。はい、超ツンデレである意味情熱的なお方ですよ。ふん、かわいい。ドヤ顔フェルン。太った？太くなる魔法？フローラル。めっちゃ羨ましい。実用的。ドーナツを永遠に出せる魔法じゃないんだ。カレーうどん食っても大丈夫。この魔法は時代を超えても欲しい。そんな魔法が伝説級？すごい実用的な魔法だ、羨ましい。お前もその顔するんかい。渡すのが嫌だったんだな。エルフの嫌そうな顔はみんな同じかよ。イケメンが最後持っていきやがった。最後まで株を上げることしかできないヒンメルである。確かに涙で別れたのに、案外またすぐ会ったら恥ずかしいよね。卒業式とか最終回にここを持ってくるとは、ニキハよ。ニキ決まった時に恥ずかしいからね。ヒンメルの締め方天才すぎるだろ。原作のストックはあるんですか？安心しろ、ニキもニクールでできるくらいは余裕だ。シュタルクは試験編だと影薄かったけど終盤は出番が若干増えていたな。シュタフェルのデートもあったし満足したよ。2作続けて面白いとか監督本物だな。前評判はいろいろ見かけたけどことごとく覆されたわ。勝手ながら、願わくば手を広げすぎないで続編作ってほしいわ。演出と原作の増強がとんでもなくズバ抜けたアニメ化だった。ラストのセリフは視聴者に向けたメタ的なメッセージみたいに思えたな。続編があると期待しても良いんだろうか。こういう落ち着いた空気感あるアニメあまりないから半年楽しめたわ。にきあってほしいな。フリーレンが受けたのはフリーレンの中性的美人さとひょうひょうとした性格が女性にも受けた感じかな。半年間良かったわ。作画がいいのは当然として演出や劇版も申し分ない。原作がいいのはもちろん監督が有能だったんだろうな。近年高水準化し続けるテレビアニメの一つの到達点と言っても良いと思う。終わってしまった。半年があっという間だった。素晴らしい作品に出会えた幸運と生み出した原作者、アニメスタッフに感謝。早々のフリー連載集話のネットの反応いかがでしたでしょうか。ニプールともクオリティが高すぎるアニメだった。クオリティだけでなく他のアニメにない雰囲気と、ニプール楽しめる内容だった。ニキや映画化等今後の展開が気になるところ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。